法隆寺ではなく古墳を見に来ました。駐車場にあった生垣が古墳でしたみたいなニュースが9月7日頃に出てたから。はい、場所分かりました。法隆寺の前にある観光バス専用の駐車場の植え込み、これ法隆寺ねの前にある観光バス今いっぱい来てますの専用の駐車場、これやねの駐車場ののが多いな。植え込み、ここではなさそうやね。あ、ここっぽいぞ。この生垣見たぞ。ここっぽい、ここっぽい、これや。うわ、蓋されてる。発掘されて蓋されてもうとるやん。だ、見れへんのかい。これや、これが古墳でしたっていうのがニュースになってて、で9月9日に発掘されて、そこから今保存されてるって話か。ほんまどこ掘ってもなんか出てくるんやから奈良は。だから高いビルが最大でも 50.1 メーターしかないねん。ペッタペタです。これが超高級料亭百楽荘ね。富雄駅のすぐ近くにこんな超高級料亭、しかも芸能人御用達。確かにこの入り口はやばい。あの地図見てみて、敷地面積えぐいから。じゃなくってここ超高級住宅街らしいです。まあ超高級住宅街とはいえ土地は安いよ。ただ物件がマジでえぐいらしい。百楽荘広、これも百楽荘ですか。すごいですね、これ全部百楽荘。竹やぶじゃん、これ百楽荘なの。ランチなら行ってもいいかな。ここですね、もう2丁目入ってるらしいから。ああ狂ってる狂ってる、なるほど、あ狂ってるね、あなるほどね、あ狂ってる狂ってる、確かに狂ってんな。こんな高級住宅街止めるのちょっと恐ろしいけど、一軒あたりの敷地面積がえぐいし、監視カメラがヤクザの事務所並みについてるな。この辺一帯がえげつないと聞いておりますので、まあこれももう十分えげつない雰囲気あるね。二重構造になってるもんね。その向こう側は家でしょ、手前何、何のために存在してんの。監視カメラも年季入ってってる、マジモンの監視カメラじゃん。門がマジ中見えないっていうね。どうやったらこんなとこ住めるんですか。ちょっとあまりにも一軒一軒が広すぎて歩くのしんどいからバイクで行きますね。君ら家の中で歩くの大変やろこれ。あーでも正面からじゃあ何とも言えないね。もうちゃんと隠してあるから中見たいけど中絶対見えないような作りになってて、で全邸宅にやっぱり監視カメラ。あーこれもすごいね。あれこれもすごいじゃないですか。敷地面積はそうでもないんやけど、建物が土地代は多分俺ね検索した限りだいたい1億あれば土地は十分買えますが、その先ですよね、この難攻不落やん、難攻不落物件やね。うわこれもすごいな、これも要塞ですよねこれ。あでも車は庶民的でいいですね。敷地面積はそうでもないんやけど物件がマジで参考にならんな。こんな住宅展示場は嫌だ、何の参考にもならないな。もうガッきっちり組合で守ってるんやって。集合住宅とアパートは絶対 NG やし、デカめの綺麗な一軒家しか建ててはいけない、しかもそのギッチギチに建てたらあかんねん。ここ住みたかったらそれなりの条件飲めよっていうエリアやから。調べたところによると黒柳徹子さんがこの百楽園に住んでたみたいな。たださすがにね、その東京と奈良を行ったり来たりするへぐいなのは負担が大きすぎたのか、今はもう住んでいないということではあるんやけど、で今の情報全部 Google バードが言ってた。ああすごいね、この何ですか、入り口こう行くのはなんかあんの、帰んのしんどくない、それやっぱ強盗対策とかそういうこと。はい、見れませんでした。あんなところに古墳があったっていうね。しかも先週ぐらいまで全員が見過ごしていたっていう。もう巻いていくよ。ならね、コンパクトで見どころが多いから、しかもね、一箇所一箇所そこそこ充実してしまってんのよ。次は、あの、奈良といえばというところで、奈良公園、そして東大寺に入っていきたい。でね、東大寺、奈良で一番有名ではあるんやけど、なんかね、立ち位置としてはね、東大寺一番微妙な感じで、この法隆寺と、あと柏原神宮の方が、歴史としては非常に古いというか、由緒が正しいところで、まあやっぱインパクトが大切なんやろね。見せ方なんですよ。観光地って言っても、結局はエンタメ施設やから、
由緒正しくても面白くなかったら来ないのよ。一応法隆寺はあの世界最古の木造建築で、あの人ですよ、わしは聖徳太子かでおなじみのあの聖徳太子が建てた建物だから、歴史的には非常に重要と言われている。そして世界最古の木造建築やからね。なんやけど、まあ別に面白くはないよね。やっぱ奈良公園の方がでかいし、しかもいるし面白いんよね。で、日本でよく名前を聞く神社仏閣、それが多分橿原神宮、靖国神社、伊勢神宮、この3つちゃうかな。これ邪魔すぎるな、いくらなんでも。いくらなんでも邪魔すぎるぞ、この車。し、あの道が細い。あと、ここ、イカルガ町。難読。なら、マジで、運転だるいし、道悪いし、くっそ走りにくいわ、ここ。なんか、改めて、こう、10年越しぐらいで、奈良を走り回ってみると、こんな環境なんやって。打ちのめされるな。あかん、奈良の道、ほんまイラつく。奈良県民の走りもイラつく。あかん、もう俺には住めないかもしれない、ここは。あの非効果なんて読むんかも全くわからん。完全に逆につけてるのもムカつく。で、その3つね、靖国、伊勢、柏で、扱いとしては靖国が戦没者慰霊碑やから、まあ、政治利用をされると。で、伊勢神宮、この前行ったやつね。なんでも日本人はアマテラス大神の子孫なんですって。日の丸は太陽を表してるから、だからあそこが起源になってるんですって。柏は初代天皇の神武天皇が建てた場所やから、まあ、天皇の聖地なのよ。全部チャット GPT やから、なんか文句あったらチャット GPT に言ってほしい。次、奈良公園まで25分。コンパクトやけど道がうざい、マジうざい。ずーっと片道一車線やし、運転おっとりしすぎ。前空間空きまくってんのに詰める気ないし、どんだけ時間あり余ってるん。移動時間って何より無駄やからさ、短くした方がいいんやけど、その心意気全く感じられないね、奈良県民。まあ大阪ナンバーやけどさ、むっちゃ遅いし、むっめっちゃしっかり止まる。ムカつく。もうなんなんこのスピードは。バグってんねんけど、30キロ出てないんですけど。時間っていう概念ないの。むっちゃムカつく。あかん、あかん、あかん、あかん。ストレスで死ぬ。むっちゃちゃんと止まるし。ああ。ざけんな。ざけんな、マジで。はい、ノスタルジック、はい、ノスタルジック、ノスタルジック、ノスタルジック。はい、しかしトーマスさんですか。正解です。そう、見てます。そうですか、どうします、追いつかれるよね。2人目ということで、フィールド上げて顔見せてもらえるなと思ってなかったんです。内密でお願いします。もちろんもちろんもちろん。500円券をプレゼントしてます。一応書いときますね。日本一周の動画もずっと見てるんで。マジっすか、ありがとうございます。これをありがとうございます。都内で、はい、Uber Eats やってて走ってるところの動画とかも場所が分かるってことですよね。これ推測しようとしたら家の住所もなんとなく分かっちゃうでしょうね。もうだいたい割れてるだろうなと。九州の大分。これ帰り高速乗れるんですか。帰りがいいで、ご無事で。さて問題はだな、鹿はむっちゃいるんやけど、どうするかって話よね。別に俺そんな鹿好きじゃないしな。えら、遅っ。ちゃんと横断歩道渡るんやね。幸福寺五重塔、これ奈良で一番高い建物です。悲しいね。 50.1 メートル。凛としてるね。君筋がいい。あら、原石見つけたかな。これはお、筋がいいね。何もあげないよ。はい、奈良県庁、これ奈良県で3番目に高い建物です。悲しいね。死ぬ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 死なない。鹿せんべいを200円です。お前ら態度コロッと変えたな。やめろ。欲しいか欲しいか。じゃあしばらく一緒に歩こう。俺には鹿せんべいをあげることしかできない。角が尖ってて怖いわ君。あと詰め方おかしいから、パーソナルスペース考えろ。主張が強い。向こう行け、ちょっと向こう行け。邪魔や。集合。あとそこの二人、おい集合。ほら鹿せんべいあるぞ。欲しくないのか。お前ほんま主張が強いわ。うわ気持ち悪い。うわ可愛くないな。うわ全然可愛くない。おいおっさんいるか。あ、一応立ち上がんねや。欲しいんか。なんかそうでもないけどみたいな態度。
めっちゃ変な目やな。縦は可愛いけど横の目って変よな。はい、東大寺金剛力士像どこにでもおるなこいつら。600円。スイカ使えないですよね。現金のみで。絶対脱税してる。はい、奈良で2番目にでかい建造物。悲しいね。でか49メートル。まいっちゃうよ。はい、大仏。これは結局飢餓とか疫病を治めるためのものなの。政変干ばつ飢饉凶作大地震天然痘地獄の時代やな。穴くぐりはこちらから。意外と空いてるっていうね。みんな興味ないのか。いけるやろ。どこの高校のもんや。いけるか。いけるか。余裕でした今日はこのまま天理へ行って高野山へ行って和歌山へ行く予定なんやけど、まあ商売敵なんですけど、ケーブル電気さん、はい、いいじゃん。おこちゃん。